バイオハザード5。We can't let Irving get away. We have to get to the station. おい、最初の一言を取るな。今回もバイオハザード5。前回のパートの次だね。やってこうと思うんだけど、前回、チャプター1の2をクリアして、今回はチャプター2なのかな ?1 の3なのかなをやってこうと思います。で、なんかもうね、コメント欄見てる限り、もうショットガン1個取り逃してるらしい。早くね逆にうまくね。あと、シェバって言うんだけど、この、相棒の女の子。あ、ちょっと銃向けたらあれだけど、シェバちゃんになんか銃弾をあげないと、シェバちゃんが銃弾撃ってくれないらしい。うん。で、各ステージの各所に BSAA エンブレムがセットされている。BSAA エンブレムを壊した数に応じて、ボーナスフューチャーズで交換できる景品が増える。なるほど、そういう機能もあるんだ。まあ、とにかく、シェバちゃんにちゃんとあげなきゃいけないと。わお、めっちゃ強そうな武器、マシンガン来た。いいね。だから弾とかもしっかり上げてくわ。あとシェバっていうのはちょっと呼びづらいから、俺シバって呼んでくわ。うん、やっぱ日本人らしくシバって呼んでくわ。 V を押すと仲間を呼ぶことができる。また以下の操作で仲間への指示。へえ、敵の残殺を優先お互いの身を守ることを優先。上木下木、そんな無理無理。うん、手あと2本ないと無理。腕があと2本ないと無理よこれ。いや、もうちょ、誰か勝手に押してくんない？俺の代わりに。無理よこれ一人じゃ。キーボードでそんなさ、キーを何個も押せないからな人間は。よし、まや、芝行くぞ。めっちゃ冷めた目で待ってるじゃん、相変わらず。でもなんかコメント欄見てるとさ、バイオハザード5一番やったみたいなコメントが多くて、ちょっと楽しみだね。かなり神ゲーらしいから。あれ！おい、ボーナス！オッケー。で、弾ちょっと上げてみるか、一回。シバ、この弾が欲しいか？あ、渡せる。よし、どうぞ。来た。いいね。で、自分より多く渡す、クリス。まあ、さすがだよね。やっぱ女の子にたくさんの銃弾を渡す。当たり前だよね。お。いつまで持ってんだ、弾を。いつまでこれ、クリス、弾持ってんの。すごい、いつでも渡せる状態。自分は全く、あ、なにこれ。これなんか、手榴弾的なことかと思ったら違った。手榴弾じゃねえのか。これ、上に登る動作とかはないもんな。V 渡す。この動作ずっと出るな。やべ！待てよ。これは待って、一回武器交換して。これ敵来んな。どっから来る？なんかこれ爆発するんじゃないの？タイミングよく行けば。あれ来ない？しゃがめるんだっけ？バイオハザードしゃがめないか？あ、いる。いやー、これでも爆発させてから行った方がいいかもな。よし、どこだ。おい、めちゃめちゃいるね。なんで俺？お、ナイス。芝いいぞ。危ねえだろ。なんで芝の方向に向かってパンチすんだよ。お、誰狙ってんだあいつ。俺のことを狙え。俺のこと、主人公俺だ。他にもいんのかな。ナイス、大丈夫か芝。あ、ここもあるな。これこっち側打っても、あ、爆発すんだ、ちゃんと。ナイス。でもタイミングよくちょっと敵を爆発させたいけどね。あ、もうビジムやんだ。奥行けそう？なんか奥にもあんだよな、あれ。割れるだけか、別に。あ、いや、でも弾入ってんな。回ってけんのかな。あ、ここもある。よし。回収して。で、こっち側か。あ、いる。どっちだと思う？こっちか。手榴弾とかも使っていきたいね。オープンだ！危ねえ。今、ちょっと待って。鼻先が触れたけど。ギリギリ大丈夫だったな。カイル、うわ！え、マジで今の。当たってなかったよ、絶対。マジでもったいないこと。いや、もうめちゃ目あったな、今。いや、犬めちゃめちゃいる！めちゃめちゃ犬いる！芝！もう犬に対して芝って呼んでるみたいな感じになってる。どっちの芝？こいつの犬の名前芝って可能性あるもんな、全然。やめて。うっそー。早い。クリスの顔面が潰れんのが早い。かっこいい、今の二人プレー。
いいね、シバ。シバなかなかやるね。もう次は絶対に噛まれないからね、あのワンちゃんに。ワンちゃんはね、やっぱね、ちゃんとリードをつないでね、首輪をつけといてください、飼い主の方。本当に放し飼いダメですよ、本当に。放し飼いはこんな危ない世界で。はしごみっけ。あ、こっから上がれんだ。ほえー、なるほど。うわ、なんかある。ハンドガンの弾だ。別にいらねえかも。これジャンプとかできるのか。飛び降りることしかできない。待てよ、犬来るぞ、気をつけろ。ここら辺、ここら辺。はい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 。回収して、うわ、また、いや、救急スプレーを増やしてくれた。なんか一回回復しようか。でマックスここか、覚えておこう。よし、芝行くぞ、気をつけろ、爆弾あるからな。はい、芝、この後犬が来るからな、気をつけろ。さっき俺は噛まれた。もう先撃つ。あ、撃てない。やべ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 。おいおい、芝、芝犬め、くそ。芝と犬で芝犬めっていう、もう意味が分かんない状態になってますね、これ完全に。やばい、撃て撃て撃て、とりあえず撃て。いいぞいいぞいいぞ。あー、もう、わー、これはもうワンちゃんはね、もうワンちゃんじゃない、犬じゃない、これはもう怪物さなの。ゾンビ犬はもう怪物判定だから、俺の中で。大丈夫大丈夫。あー、こっちもあんのね。おい、で周りよく見て。はいはいはい、ありますね。アイテムしっかり取っていこう。お金回収。上にもいんのか。あ、大丈夫ね、倒した。いいね。こっちはいけないから、こっち行くのかな。怖すぎ。こっちか。やべ、めっちゃ寄生虫、めっちゃ寄生されとる。芝、芝めっちゃ寄生されとる。あ、どうした、どうしたのか。ナイス、なかなかやるね。こっちは、はいはい、はしごを登ると、登って、あ、お金。なんか狙ってるやついるって、あそこから。でもあいつ別に、おっぷね、あいつ別に、でも別に撃つ必要ないのか。一応足元撃っとくか。お疲れ。よし。あいつだけだった。BGM を鳴らしてんのあいつだけだった、ただ。で、こっちか。あ、なんかめっちゃいそう。あ、なんかめちゃめちゃ。あ、待って。おれ、燃えろ。待てよ、あの上のやつもあれ厄介だった、絶対。いや、犬、芝、芝に芝いるが、芝犬ではない。絶対ドーベルマンかなんか。そんなことはどうでもいい。ストレート。よし。待てよ、しっかり打っていく。ナイス。こいつガタイがもうすごいんだって。芝、芝、ガタイがすごい。これまで武器変えた方がいいな。もう打っちゃおうか。ナイス。ナイス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 。ちゃんと打っていこう。あいつなんか登ろうとしてんな。短パン少年め。やばい、いる。いや、犬、犬がかわいそう。なんか、あ、待って、まだ生きてる。やーべえ、寄生してる。待てよ、やばい、シバ、シバ気をつけろ。ナイス、勇敢すぎて、もうシバが勇敢すぎていって。おいおい、大丈夫か、めまいがすごい。やばい、シバやめろ、シバに触った。やべえ、犬が強すぎる。犬、バイオハザード5の犬、やべえ。オッケー、やっと倒れた。あ、シバが死にかけてる。お腹痛いか、回復させてあげよう。渡す、どうぞ。回復してくれ、自分で。おお、それって意味あんのか、わざわざ渡して。ただのかまってちゃんが出てるぞ、クリスの。あえて、あえて芝に渡してから回復してもらう。よし、靴下とかも履かせてもらうタイプだな、会社とか行くときに。で、待てよ。よし、これ上上がる意味あんのかな。てか敵が多いし強いね、なんか序盤から、序盤からこんな強いんか。ショットガン取り忘れたからかな。めちゃめちゃ海だ。ほう、この船乗ってなんかどっか行けないかな、ビレッジみたいな感じで。そういう空気感ではないね。よし、さあ、でカモン、カモン、カモンって、来てる来てる、近い近い。カモン、声の張り方がすごい。30メートルくらい離れた時の声の張り方、なんだこいつら、すごいな。あ、こっからか。おい、シバ手伝ってくれ。嘘だ、一人でそんな動かないのに、なんでシバがちょっと手伝ってくれただけであんな動くようになるんだ。すごいな、シバ鉄人なのか。実は今回の MVP 間違いなしだね。うわ、なんか待って、撃てそうなとこあんな。これは、あ、ジャンプ。ほう、で、
あ、来たね。あ、やばい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 。待って、これバイオポートもあったな。なんか爆発させんでしょ。やばくない？危ねー。全く動しない。すごい敵もワンサカいるな、あれ。ちょっと待ってね。これは投げといた方がいい、絶対に。早めに、ほら、早めに投げて。あ、これ救急スプレーか。手榴弾とか持ってないんか俺。あ、待って、あれ当たんないか。待てよ待てよ。あ、ちょうど当たんない、すげえ邪魔。よっしゃ。で、お、足元になんか痛っ。やべ、あいつら。おれ、いいね、ドラム缶。あ、まだいる。あ、めっちゃまだいんな。うわー、もう弾なくなるの早い。使うか。序盤で手に入れる武器じゃねえだろこれ。特殊部隊とかが持つやつじゃん。まあクリス特殊部隊だけどさ、これでもなんで特殊部隊のやつを最初から持ってなかったんだろうね。クリスはハンドガンだけだったよな最初。クリスって何なんだ、なんちゃって特殊部隊か、もしかしてコスプレ。あ、待てよ、パンチできそう。ストレート、よし。で、あ、君もいんのか。リオだけ痛い。いや、斧の強さやべえ。めちゃめちゃ体力削られたぞ一瞬で。いや、芝がめっちゃ拾ってくれる。物拾い芝だ。いいね。あ、こっちもなんかあんのか。待て待て、こっちが正解？待てよ、じゃあちょっと待って、ここちょっと回復アイテムとかなんか弾とかありそうだから見とこう。金めっちゃ手に入んね。やっぱあれなのかな、武器？武器とか買った方がいいのかな。ショットガンね、ショップで売ってたんだよな。回復。おい、芝の方が弾持ってんじゃねえか。あ、やった。どう思う？相棒の方が持ってんだけど弾。まあまあまあ仕方ないね、撃ちすぎたね。ここら辺は見逃しそうになるね、樽をね。樽見逃したら結構ヤバそうだからな。あ、なんかこういう隙間いけそう。無理か。何やってんの、あんた感がすごいな。なんか芝がね冷たいんだよな。あの船なんだろう、なんかありそう、意味がないのかな。お、チェックポイント。おいおいおい、下水道来ました。あ、もうやばいじゃん。あ、もうやばいじゃん、もうやばいじゃん、怖いじゃん。犬犬、芝大丈夫か。しっかり打った。よし、 OK。 危ねえ、まだ来てる。ナイス、金。二人で拾った。金に目がないね、やっぱ二人とも。なんだ、まだ来る犬が。いや、なんかあいつムキムキじゃね。ちょっと一回逃げろ、一回芝、しばしばしば。仕方ない、これはもうぶっ放すしかないわ、マシンガンを。もう仕方がない、これは本当に強すぎだろ。おい、こいつら強すぎだぞ。待て待て待て、これちょっと回復入れとっこ。いや、でも俺だけだしな、俺だけだから普通に回復させる。いや違う、使う、使いたいんだけどな、これ使うわ、こうか。あー、でも結局二人ともね。オッケーオッケー。そっか、でもこう考えたらやっぱり確かにあれだね、あのマルチプレイがはかどるね。なんかカップルとかでやったらさ、回復させてくれてありがとうみたいな、そういう、そういう展開になるんだろうな。ふざけんなよマジで、やめちまえや、ゲーム遊びじゃねえんだぞゲームは。一番嫌な人、一番関わりたくない人俺が。待てよ、大丈夫か。あ、なんかめっちゃネズミがいる。あ、トムとジェリー行われてる。ここトムとジェリーの撮影現場なんだ。おー、芝容赦ないね。なんだろうこのネズミ、なんか意味ありそうだけど。まあトムジェリーの撮影中だろうし、俺は構わないでおこう。 OK。え、このね、アサルトライフル、マシンガン、めっちゃ強いぞ。さあ、芝行こう。お、もう出れんのか。わ、もうちょっと続きそうだと思ったけどね、下水道パート。意外と。ああ、生きてんの。ん、何？ちょっと待って待って待って、頭ないわ。いや、待って、何これ。あ、何何？あ、やべえ、あ、空飛んでる。やべえ。やべえ、やべえ、やべえ。そういうパターンの敵もいんのね。虫ではない、何かコウモリ的な何かか。こっちは、あ、やった、サファイアゲット。なんだ、なになに、まだいんの。あ、まだいたのね。おい、シバ後ろでヤバいことやってるぞ。シバ、シバ、なんでこっち向けんだ。そんなに空調から見とれてんのか。キスか、今か、違うか。もう拾っといてくれ、譲る、譲ろう。 Take it. Okay. 何、そういうタイプ。意外と、意外と俺の指示待ち人間。うわ、マジか、予想外だったわ。なんか結構ガツガツ自分で行くタイプかなと思ったら、こいつ生きてんのかい。シンプルに、こいつはシンプルに生きてんのね。うわー、そのパターンね。
これ厄介だね、毎回こうやって取り慣れたら。弾ねえもんだって。え、一個も弾ないけど俺。え、弾一個もないけど俺。シバ、シバ、シバシカ、やばい、シバやめろ。いやー、シバ弾がねえ。なんで俺こんな弾ねえんだ。深刻な弾不足。これは撃つのか。え、おお、焦った。弾の無駄かと思ったけどちゃんと落ちた。3回で落ちると。オッケー。ちょっと弾全然ないんですけど、僕譲ってくれないっすか、柴さん。何でもするんで、本当に。お、なんかちょっと南国風な空気感あるよね。まあアフリカだからか。アフリカってこういうさ、こういう木生えてんだっけ。南国のイメージあんな。なんか港、誰かいる。え、どこに、どこに。あ、本当だ、いる。なんかやってんな、あそこで。洗濯物干してんのかな。まあ主婦はね、主婦は偉大だから置いとこう、あそこに。ああ、ナイス、弾、弾拾ってきたいね。なんかさ、前回よりさ、シェバのさ、弾拾う度が上がってる気がする。なんでなんだろう、一体。ハブで、このトマトには手榴弾が年会。ただトマト切ったやつ。これさ、どうやって行くんだ。こっちから行くんか。一回砂浜降りてね。うわ、なんかこの砂浜バイオハザードっぽいな。リベレーションズとかでもこういう砂浜でなんか戦った記憶ある。あ潮干狩り、潮干狩り。あ、金貨か。何ここ、絶対なんかいるだろう、この、この海、この浅瀬。潮干狩りできるかな。潮干狩りできないか。皆さん潮干狩りしたことありますか。僕は子供の頃にね、一回だけしたことあるんですけど、一回じゃないかな、何回かしたことあるんですけど、楽しいですよね。どうでもいい会話。バイオハザードするときに一番いらないどうでもいい会話。待って、どこに行けばいいんだ。めちゃめちゃマップが広い。なんかちょっとオープンワールドチックだよね。ちょっとこっち登ってみるか。芝、ついてこい。上を取ったもん勝ちだから、結局。なんだ、市場的な感じなんだね。キジュジュ。なんだ、キジュジュって。こっちはなんかあるか。なん、エメラルド。こんな屋根に、こんな屋根の上にこんなどでかエメラルド。おい、嘘だろ。ここじゃないだろ、絶対に。なんか海とかで流れ着いたとかだったらわかるけどさ、雨で降ってきたんか。それともなんかなんか抜けた歯を屋根投げる的なテンションで投げたエメラルド。なんかみんな逃げてくの。なんでみんな逃げてくるの。珍しくね。なんかゲットした。シルダーかな。なんか怪しい。何これ、魚だけ下手くそすぎるだろ。ええ、人間まあまあうまいのに急になんか画力落ちてんの。みんな逃げてった。じゃあちょっとアサリよ、果物を。これはなんだろう、梨かな。美味しそう。クッキングシミュレーター、これもしかして。まあ多分ここに行くんだろうね。鍵が必要、なるほど。てかこれ待って、もしかしてさ、この後、あ、見つけたか、シェバも。え、割らないんかい。シェバ、これ割るんだぞ、こうやって。ほら、アイテム入ってるだろ。次は頼むぞ。次もしかして船乗るんじゃないこれ。あと、ここが開きそう。あー、これ、弾の無駄だから、ナイフでやろう。あれ、ナイフだと壊れない。あ、ナイフだと壊れないんか。あ、なるほどね。お邪魔しまーす。おっと。これどうやって飛んだ。撃つのか。顔が揺れるだけ。あ、なるほど、ゲット。おお、鍵。今さ、鍵も譲るって言ってたんだけど。鍵も譲ることできんの。あ、なんだ。マジで言ってる。弾ないって。めちゃめちゃ来んじゃん。これもう行っちゃった方がいいんじゃない、戦わずに。うん、弾の無駄だなこれ。囲まれた。え、囲まれたパターンはちょっと初めて。え、嘘でしょ、やばい。やっぱ有名人はもう人気者は困るな、本当に。ちょっと待って、どうしよう。あ、やばいかも。ちょっと待って、はい、ちょっと待って、はい、どうぞ、プレゼント。近い。芝、危ねー、芝、危ねー。俺が悪い、これでもなー。あ、倒せた、ナイス。弾ちょっとだけ拾って、股間狙って。あ、なんかゲットした。なんか売れそうなもの。ちょっと待って、でも弾がマジないから。弾マジないよね。ちょっと待って、ないよな。これもう行こう、芝。ダメだ、芝。俺がもう判断する。ここはもう先に行った方がいい、絶対。よし、危なっ。
今右腰に矢が。あれなんか待ってんだけど、なんか待ってるよ。もう焼肉パーティーしかね。あとだ、ここに芝、弾をくれ、頼む。弾がねえと俺は何もできねえんだ。あ、あったあった、よしよし、ナイス、ありがてえ。この10発大切にしよう。一発も外さない俺は。あ、外した、ごめん。あ、待って、殴りたい殴りたい殴りたい、違うけど、なんか仲間を倒さなかった。今殴りたい、いってらっしゃい。よっしゃあ、でこれはどこに行けばいいんだ。あー、なんか向こうも行けそうだね。でもちょっとここ観察したい。観察というか探索というか。お、ナイス。まだなんかBGM流れてんな。まだいんのか近くに。今回芝の弾めっちゃ潤ってんね。クリスが弾不足ってそんなことある。飛び降りる、ここは飛び降りれるのか。登ろうか。使ってないけどな、はしご。これちょっと厄介だな、あいつとか厄介。うん、先に倒した方がいいかもね。あ、めっちゃ元気。お、なんだ、遅えって毎回。あ、でも来てくれてありがとう。お、いいもん持ってんね。あ、やばいやばいやばい、ついた、やばいついた、やばいついた。あ、撃て、早く撃て。おい、助かるわ、カーク。ちょ、カーク、カーク頼む。やべえ、やつ来てるから。ナイス、カークいいよ、カークいいよ。もう撃ちまくってくれ。いいいい、もう撃ちまくってくる。よし、待てよ、倒したか。あべ、カークナイス。カーク強すぎ事件。カークだけでいいもん、主役は譲るわ。あー、弾なくなった。弾もったいないくらい使ってしまうね、本当に。でも仕方ないもんね。あー、マジで言ってる、ないよね。ちょっともう俺もう見てることしかできないわ。情けな、主人公として情けな。ナイス、弾出せ。なあ、出さない、もう行こう。カークがちょっと待ってくれてる。よし、飛び越えて、あ、弾ゲット。回復。あそこあんまり撃たなくていいのかな。意外とあんま撃たなくていい可能性はあるね。やばい、カーク出番だぞ。カーク、ここに一発お見舞いしてやってくれ。カーク、もういいから、俺たちモルゴートぶっ飛ばしてくれ。爆破させてくれ。カーク何やってんだ。カーク急げ。おい、カーク、あいつ何やってんの。弾なくなったって。カークがのんびりしてるから。やべ、カーク撃て。ダメか、してたな、今した。ちょっと怖いんだけど。弾だけ回収しよう。なんか強そうな武器あるところ。ショットガンか、スナイパーだー。けど弾がない。弾はね、ハンドガンの弾。ちょっと待って、ハンドガンの弾取りたいな。やばい、待って、助けないと。いやー、もうなんか敵多すぎない、マジで。もう全員燃えてください。かっこいい。よし、ちょっと待てよ。で、ハンドガンのキック。よし、こんな技できたんだね。弾、よっしゃあ、オッケー。やべえ、芝の弾拾い意識が高すぎて俺の弾がマジでねえんだけど。お、なんだ、近くね。ナイス、仲いいね。お、君か、危ねえ。キック、パンチか。オッケー、倒した、やっと倒した。強かったな。戦闘めっちゃおもろいね。駅までもう少し、オッケー、注意して進め。あの、芝、もうちょっとさ、俺に弾揺すってくんね。うん、あとカーク、もっとロケランぶっ放していいから。全然遠慮しなくていいから。俺たち。こっちはルート的にはどうなんだろう。なんかマジでちょっとオープンワールドチックだね。めっちゃできんな。開けてみて。あ、どうも。近すぎ。何この出待ちの木。うわ、こいつもアッパー。なんか BGM 静かだな。 BGM やけに静かだな。ストレート。なんかやけに静かだね、 BGM。 ありがとう。やべ、で、君か。よっしゃ。なんでこんな BGM ないんだろう。ある時とない時の差は。ここなんだ。ウジが湧いているひどい匂いで、うわ。ご飯中の皆さん、すいません。チェーンソー、ここで何か行われていたんで、うわ。ご飯中の皆さん、すいません。
あ、ライフルの弾、一応じゃああげるよ。うん、これ多分渡してもらうこともできるよね、絶対芝から。うん、さすがに物々交換できると思うから一応渡しておこう。拾わないのはもったいないからな。あとさ、ちょっとね、武器整理とかした方がいいかもな。もっと広くしたいよね。あ、これこっから交換できんね、やっぱり。要求するってあるわ。なるほどね。よし、待てよ。あ、ここもスナイパーでもどうなんだろう、場所によるよね。さっきの場所は結構使えたかもね。うわー、でもなんかこういうとこなんだ。なんだ、おい、カーク、カーク大丈夫か。やばいやばいやばい、嘘だろ。カーク、嘘でしょ、やられた。そんな、嘘。マジか。頑張れ、シバ。俺は上に行けねえ。こっちから回っていくわ。あの鳥めっちゃ強えんだな。鳥というか虫というか寄生虫というか怪物というか。ちょ待って、とりあえずストレート。いやー、マジ弾がねえんだよな。君スコップで。やばい。いや、強えな、マジであいつ。よし、やばい。それはよけれん。弾大丈夫か。あ、この鳥先倒した方がいいな。あー、強え、マジで強え。体力ありすぎだろ、これ。これ本当にノーマルか、難易度。難易度ノーマルだと思えないな。よし、めちゃめちゃ強いですね。この家は入れないのか、別に。え、そこから来れる？そこで支援してくれんのか、もしかして。これ足元打ったかいの、絶対。足元打って階段でこかそう。よしよし、はい、皆さん、はい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 、全員こけるミュージックステーション。はい、あ、待って待って、やばいやばい、いてちょ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 、あ、やべえ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 、ちょ、あ、やべえ、これどうしよう、これ、これ、あ、もうめちゃくちゃだ。頼む、シバー、なんか投げてくれ。あ、くそ、死んでしまう。待てよ、これ、ちょ待って、あの、大名行進が、大名甲子園がやばい。使いそうだ、一回これすごい、どうしよう。ライフル全員倒すわ。待てよ、一発ずつやるからな。避けんなって最初から。一人で戦う敵の量じゃないんだって、マジで。しっかりやるぞ。待って、君ね。で、やべ、さすがにきちい。シバ何やってんの今、何やってる今、どこ。シバ、これから遊べる。ちょ、やばい、この後暇、ご飯行こうよ。おい、こんな至近距離からスナイパー撃つやついる、俺以外に。やべえ、シバ、固まってる。あいつ石像とかしてる。やばい、みんなシバが石像とかしてる。なんで助けてくれないの、俺のことを。急に裏切るやん。ちょっと亀裂入りました、僕とシバの間に。なんて、あ、上上がれんだ。すごいジャンプ力。まあな、シバが俺を助けてくれなかったのが悪い。うん、降ろされた。いや、あいつちょっと待って、シバマジか。俺に試練を与えてきてる、もしかして。お前が戦えよみたいなこと。え、大丈夫かな、一緒に今後一緒に冒険して。ほんと大丈夫か、回復しよう。なんか敵強いな、ほんとに。シバ、これどうすんの、降りてこれんの、そっから。ちなみに降りてこれんの、もしかしてもう後ろにいるとかではない。シバどうする、え、こっち来いよ。Come on, Roger. ああ、ちゃんと来るんだ。すごい賢いね、シバ。行こう。よし、 V ボタンでね、呼べるんだよね。わ、トイレだ。めちゃめちゃでけえトイレだ。ドライブインくらいでけえ。やべ、シバ急いで、シバ一緒に戦おう。いけいけ、戦え、シバいけ、シバいけ。拾ってる場合じゃない。違う、俺も間違えてたから、まあ、おあいこ。俺も今下ってたから、おあいこ。
リロードしよう。あ、赤ハーブめっちゃあんね。あーでも譲るか。いやめっちゃいる。いやーこういうの対応できないよ。あぶね、こういうの対応できないね。なんか今またフェイントしたよな。なんだろうそのナイフをさ一瞬出すんだけど、芝が結局壊さないっていうパターン多いんだけど。はいはいはい、ゆっくり降りるタイプだ。階段ゆっくり降りるタイプだ。おお何今の、何があったの今の。よし、声だけ声だけ。はいストーン。あんま強く見えないんだよな。よし、はい、ナイス。あ、パンチできないか。あ、やべ、ナイス。リロード忘れんな。よっしゃあ、こことかも、お、まだいいのか。あぶね、こことか見てみる。あ、なんかある。自流弾か、持ってった方がいいんかな。これさ、ちょっとこれちょっと渡すか。 Thanks, partner. あー、そっか、そう、これも使ってくれんのか、芝がって考えたらめっちゃ強いのかな。どうする、毎回ヘッショしてくれたらスナイパーとか渡しといて、その可能性あんのか。あー、てかさっき芝にさスナイパー渡すべきだったんかな、もしかして。あー俺別れてないわ。女心分かれてないから、多分芝があの冷たい目で俺のこと見てたんだろうな。ごめんな、何もできてやれないやつで、車道側歩いてやれないやつで、ごめんな。待てよ、ここは大丈夫か。こっち飛ぶのか、強力ジャンプ。世界観マリオじゃねえか、もうほぼ。行っちゃった、何も言わずに無言で行っちゃったけど。あ、待って、これ待って、ライフル俺が持ってた方がいいんじゃろうかね、これ。ちょっと待って、ライフル渡しちゃったんじゃない。あ、持ってた、よかった。俺が持ってた、よかった。ごえ、オッケーオッケー、ごえ、待てよ。どこ、これ、これ下の階降りた方がいいな。なるほど、だからここ降りんのか。で、待て、気をつけ。大丈夫か。待てよ、もうちょっと、もうめちゃめちゃ強えわ。もう、俺が出る幕がね容赦ね。待て、いざとなったら爆発させるからな。ほら、どうじゃ。あ、まだいる。待てよ、オッケー。あー、マジか、帰省してる。うーん、素通り。あれは死んでんのかも。おい、撃つな。芝を傷つけんな。オッケー、いいんじゃない、全部顔通ったよ。うわー、ライフル強えな、こうなった時は。あ、下の階、ちょっと待って、ちょっと待ってね。鍵開けた、ナイス。待て、これさ撃っといた方がいいんじゃね。おい、あ、待て、はい、よしで、なんかいろいろアイテムとかありそうって思ったら、これ下か。ちょ、一回降りたらいいんだよな、これ。一回降りてみて。あー、ナイス、待っててくれた。優しい。これ一旦入ろっか。こっち入ってどこに行けばいいんだろう。ちょっと目的地見てみるか。あー、そっちの奥なんだ。この奥は行けんのか。一応行ける。こっちっぽいね、行き止まり。あ、アイテムだけゲットして、弾めっちゃ増えてきた。54発。急にそんな持つ。配分おかしいだろ、弾の配分。なんでそんなここいっぱい置いて、ちょっと減らしてみようかなみたいな、そういう感じなん。いっぱい来るね。おいで。はい、どうも。つえ。爆発にはやっぱ勝るものがないね。さすが、芸術は爆発だっていう言葉があるだけある。バイオは爆発だ。だわ、これ完全に。ハーブがもう持てません。回復しとくか。あ、お互いに回復しような。世話任せた。いや、強すぎるマジで。シェバがやばい。どうした急に。そんな有能なの AI。 なんだ。わあ、これやばいね。一撃だね。チェーンソーはだいたい一撃だからな、攻撃されると。おい、前見えてないだろ。おい、すごい的確。前見えてないはずなのに、すごい的確。あ、鍵持ってんね。あ、ベッド固めだと。でも距離感わかんなくね。やばいね。気をつける。後ろからもいっぱい来てる。
待てよ、これさ、待って、爆弾っていうかあのドラム缶残してたのが良かったんじゃないかなっていう、ちょっとね不安が残ります。やばいやばいやばい、めっちゃ来てるめっちゃ来てるめっちゃ来てる。あ、これでもいいね、ここに追い込んで、はい、後ろ向いて、今ナイス。ああ待って、アッパーチェーンソー男にアッパー、こっちはなんでだよ。え、やばいやばいやばい、リロードしてる場合じゃない、危ない、マジで一撃なのかな、絶対。待ってよ、千葉、千葉は自分で自分の身守ってくれな、ちょっと今守る余裕がない、ちょっと待ってね、とりあえず逃げればいいから千葉。よっしゃ、ストレッチ、何が強いんだろうな、マシンガン撃ち込むか。待って、一回後ろ向いてみっか、やってみる、めっちゃ来てんね、膝まつかせたい、とりあえず。でもダメージ入ったやっぱり、あぶねえあぶねえちょっと待って、怖すぎちょっと待って、これじゃあのね、ライフル撃つ、あ、でも手榴弾あったな、手榴弾の方が強いのかな。おい、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、危ねえ、違う君ではないが、まあいい、チェーンソーじゃなくてよかった、これ手榴弾だな、きっと。うん、後ろすごい来てるね、待てよ、間に合うか、危ねえ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 、で、下に投げて、で、追い越す形で、うわやばい、あーもう、なに、あーなにこれ、あーどこと、追い抜かれた、わけわからん、わけわからん、わけわからんことになってる、もうこれナイス、いいよ、ちょっと、ここに投げるわ、はい、もう全員まとめて、あれ、なに今池芝、何が起きてる、どう戦うのが正解なんだ、これ一体マジで、あれ、誰もいなかった、あれ、芝、あ、来てくれ、打ち込みたい、よし、2発、2発打ち込みたい、結構強い全然ノックバックしない、待って、これ倒さなくていいパターンだったりしないよな、さすがに、ちょっと待って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 、これちょっと倒れないパターンとかじゃないよな、こっち逃げ切れるパターンじゃないよな、いや、大丈夫そう、ちょっと待って、ここの直線いいね、でもなんか全然倒れないね、本当に強くね、強くね、ちょっと待って、やばい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 、あーでも逆にありがたい、逆にありがたいわ、これちょっと待って、一回逃げてみるか、あーでも行き止まりっぽく、あーはい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 、なるほどね、やばい、追い込まれた追い込まれた追い込まれた、うわー危ないちょっと待って、いて危ない、マジで死ぬマジで死ぬ、これ強えってこいつ、一回逃げて、なんかずーっとライフル溜まったの今、待てよ、あいつだけでいい狙いは、あ、よっしゃ、ヘッドショット食らうね、やっぱりダメージいいよ、おい邪魔だぜ、空気読めよ、あー芝の弾がないんか、芝の弾さえあればな、雑魚倒してくれたけどな、芝オッケー、待てこれアッパーしよう、あ、フッか、どっちでもいいよ、リロードして、でもライフルが多分一番、フッか危ねえ、マジだ危ねえ、強えなぁ、なかなか、あ、違う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 、危ない危ない、死んでないの奇跡的なんだけど、割と、え、まだ死なない、ちょっと待って、あ、待って、やべぇ、芝芝、あ、危ねぇ、マジで危ねぇなぁ、あ、でも一応耐えるんだな、一回は、けど、まあほぼ瀕死だけど、あ、待って待って、やばい、痛い痛い痛い、ちょっと、強すぎだろ、フックどうだ、やべえ、いてなんでこんな強えんだ、やばい、即回復、やめてなんだこの戦い泥沼すぎる、おい強すぎるって、マジでマジで強え、いや、なんでこんな強えんだこいつ、おかしくねえか、ライフルこんな何発も撃ってこんな死なないことある、さあおいで、おれ、おお倒した、やっと倒したやっと倒したやっと倒した、あとお前だけが、いて、やばい死ぬ、あっぶねー、いてやて、おお感動的シーン、はあ、でもちょっと待って、もうボロボロだけど俺ら買い替えてもねえし、ボロボロ、こんなことなる、あ、ハーブあったわ、じゃあちょっとこれ組み合わせて使うか、二人で。
うわー、めちゃめちゃきつい戦いだった。本当に強かったこいつ。万人の鍵、かわいい。ストラップ、今のストラップ見た？見れないの？もう一回。めちゃめちゃ可愛かったけど、ストラップ、あのチェーンソー振り回してるやつがつけるストラップじゃねえだろ絶対に。ガラケー時代とかもめちゃめちゃつけてたタイプだろうね、あの尻尾みたいな、尻尾みたいなキーホルダー。こんなもんか。でも強かった。いや強すぎたな。ちょっとハンドガンの方が良かったんかな逆に。でもなんかライフルの方がさ、一回のダメージ強そうじゃない？っていう俺の理論なんだけど、どうなんだろうね。よし、よかった。これでちょっと人だらけするかな。お、開けれる。うおーすげえ。めっちゃ、あ、金塊譲ろ。めっちゃ今のなんか OK がいつもよりもあれだったね、声が出てたね。やっぱ嬉しいんかな。よし、うわー、クリスちょっとでも病むかもね。金目当てなんでしょどうせって言って。さあ、またセーブ入った。なんだ、なんかまた戦いか。さすがに、さすがにもう戦いなくチャプター終わるよな。あんな強いやつと戦ったんだからって思ってんだけど、そんなことはないのか。めちゃ、あ、カラス歌なんかありそう。え、いやごめんマジで。え、ただただ死んだだけ。なんか俺すげえ悪いやつじゃん。え、なに、どこどこどこ、どそこ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 、え、何が見えんの。何本見えんけど、とりあえず開けるか。二人でな。このチャプター長いね、なかなかね。なんだ、あ、さっきのヘリが落ちたところか。うそー、かーく、oh、え、でもこんなとこにおかしくない。何者かにやってこの場所に捨てられたな。カラスか、なんだなんだ、車の音、バイクの音。あー嫌な感がすんね、非常に。あー非常に嫌な感がすんね。なんだ、おっ、やべえ、それはやばい。おお、危ねえ、今キーボードが手離しちゃって危ねえ、マジで。やべえ、クリスが引きずられ、クリスだ、やべえ。撃つ撃つ撃つ、腕、うわすごすぎ。主人公交代。やべ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 、うっそー、 USJ みたい、 USJ みたいなんだけど、 USJ のあの水のパークみたいなとこ。これがヤンキーレベル100か。おい、どうすんだどうすんだどうすんだ、また出んのか、また出んのか、また撃つボタン出んのか。うわー、 ADAD あぶねえって、そんな急にだからさ、このコマンドやめて、マジで。ナイス、あ、出んのか、ナイス。誰だ、あ、誰か撃ってくれてんのか。おい、誰だ、マスナイパー、誰誰誰誰誰誰、おお、あー来てくれたんだ、気をつけろ。わーお、やっけー。でも絶対爆発巻き込まれた今。ナイス、ラストか、弾がね、クリス気をつけ、弾がないぞ。おいクリス、クリス、おお、全部持ってかれた。なんかさ、合流してくれって言ってたもんね前回。ありがとう。デルタか、デルタ部隊。Thanks, Josh. ジョッシュ、彼に訓練を受けてたの。嫉妬、これ嫉妬するわ普通に。なんかそういうの、やつは鉱山へ向かった可能性が高い。We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. うわー、なんか悔しいな。うわ、ハイテク。なんだ？ん？
ジル？ジル？クリス、are you all right? This picture, it's 生きてんのか。Forget it. It's nothing. Let's move out. え、ていうか普通に俺の記憶の中ではジルは生きてんだけど、あれ？俺ジル助けたよな初代で。最後。あーということで死亡回数でも0回だ。うわ命中率が低い。悔しい。さあやってっか続き。2-2チャプター駅の向こう。うわ詳しい。おいどうだかっこいいか。目冷たいってなんかあるな。タイプ2プラーガについて。プラーガ、ヨーロッパの乾燥で発見されたプラーガには規制により宿主をコントロールするという特徴がある。うわなんかでも見たなぁ。4かなぁ。この特徴を用いることにより命令に忠実な兵士を作り出すというのがこのプラーガ商品化の狙いである。プラーガ商品化、なんかトイザラスとかに並んでるイメージ浮かんだけど、んなわけないよな。しかし商品化には一つの問題があった。プラーガは宿主の体内に投与してから精神を支配するまでの間に絶対的なタイムラグが存在するのだ。これはプラーガが卵の状態で投与されるため、孵化して成長し中枢神経に取り付くまでにどうしても時間が必要なためである。プラーガの成長は決して遅くはないが、我々の顧客にはせっかちな人間が多い。必要な時にすぐに効果がないと商品としての成功は望めないだろう。商品化できんのそんな。そこで改良型のプラーガが開発された。我々はこの改良型をプラーガタイプ2と呼んでいる。タイプ2ではすでに成長したプラーガを直接投与するため精神の支配が即時に行われるという特徴がある。投与の方法は蛍光投与、つまりは口から無理やり押し込むわけだ。なんか最初の方であったよねそのシーン。荒っぽい方法だが時にはシンプルな方法が一番のこともある。蛍光投与されたタイプ2は食道を破って体内に侵入し延髄を手始めに脳、脊髄などの中枢神経に寄生、精神の支配を始める。怖っ。研究室内での実験ではタイプ2の投与から精神が支配されるまで平均10秒以下というタイムを記録している。また原種プラーガが持っていた特徴も合わせ持っていることが確認された。これだけの性能があればまずは商品として十分に売り物になるだろう。残るは実用データの蓄積だが、これは自軸で行うことにする。キジュジュってさっきのとこか。実験の項目は以下の3つ。感染、タイプ2の一時投与は10体の被験者にとどめ、その後の感染の拡散スピードを観察調査する。そのため最初の10名の被験者にはあらかじめ十分な量のタイプ2を渡しておく。プラーガが感染者にもたらす凶暴性をどこまで抑制することができるかを実験する。これには同時に BSAA 単位を市街地深部まで誘導し3番の実験をスムーズに行うための効果も期待する。戦闘、タイプ2の戦闘能力に関するデータを蓄積する、戦闘対象は現地に出動してきた BSAA の隊員とする。以上の実験をもってプラーガタイプ2の最終評価試験とする。BSAA を使って実験したんだ。最悪だなマジで。これを知ったクリスは今どんな気持ちなんだろう。ちょっと顔は見れないけどショックだろうな。ということで行きたいと思います。ここは駅なんだね今。あ本当だ電車があるわ。なるほど。鉱山に向かうと。なんかやばそうだね鉱山とかね。こっちか。なんかもういつ出てきてもおかしくない。やべえやべえ待って、やべえ待って、またいるだ。バカしろバカしろ、頼む2人ともノックノックする場合じゃない。どうだった。ちゃんと生きてる。マジで無意味。芝、やべちょっと待って、ちょ弾ない芝、ちょっと待ってね。俺もつれえよマジで。なんでこんな強えんだよ。ナイス。おまだ生きてるか。いや強すぎ。あぶね。何もやってないけど避けれた今。いや待てやばいやばい、強すぎる。シンプルに強すぎる犬が。うわあの爆発に巻き込めなかったな。あの爆発に毛並みすごっ。オッケー、じゃあ弾渡すわって言ってもだいぶ撃ったけどな。はい、いや渡しすぎだって。全部渡した手持ちの弾。クリスマジか。
ねえ、あんまエイム力自信ない。え、まあエイム下手だもんな。おい、誰がエイム下手じゃん。あ、いる。待てよ。もう撃った方がいいか。いや、待てよ。溜めてからか。え、まあまあまあ仕方ない。うわー、まだいるよな。犬やばく、いや、後ろだった。おお、犬は後ろだった。これ待って。いや、ちょっと待って、これどうしよう、マジで。いや、多くない？やばくない？ここ。ね、ね、そういう、ちょっと、おい、グレネード、グレネード。ありがとう、ありがとう。グレネードも投げるわ。やばい、100匹ガンチャー来てる。100匹ガンチャー来てる。いけ、任せろ。よっしゃ。よし、もう、ご了承だ。こうなったらご了承だ。オッケー。よし。なぜか耐えてる二人。いやー、マジでね、犬がやばいね。ゾンビなんか全然怖くないもん。お、そんなこと言えば。全然怖くないもんな。本当に1ミリも怖くないよ。こっちは何もないのか。なんだなんだ。これ行き止まりじゃない？あー、なんか来てるかも。あー、あいつ厄介そうだな。あかい、厄介そうだけど、ちょっと待って、これどこに行けばいいんだ俺は一体。これ行き止まりだよね、ここ。どういうこと一体。おいおい、来たら協力して撃とう。よし、弾落とせ。ナイス。行く場所がわからない。行き止まりっぽい。こっち登れる。こっちも登れるわけではな。飛び降りる。あ、これどこ行けばいいんだろう。こっち右奥か。いや、行けないもんね。この上とか登れたりしないもんね。あー、そこか。電車の上に行くのか。そういうパターンかな。あ、パターンっぽいね、そういう。おい、足打った方がいい。よし、で、そこにもいる。これジャンプで移動する感じか。あ、この上からも行けそう。なるほどね、こっちか。待って、あの弾だけ取るわ。いいね、楽しそう。なんかちょっとデート気分になっちゃってんじゃないの。よし、回復入れとこうかな。使っとくか。あー、近くで回復してよかったな。今2人で、まあ仕方がない。うわ、もうここなんかでも鉱山っぽいね、場所。鉱山っぽいね。そこにあんだよな。マジで危ねえって。夜に暗い部屋でプレイしてたとしたら、これ見失ってマジで死ぬぞ。あ、待って、シェバシェバ、遅い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 、やべえ、痛え。なんだ、見とれてたら見とれてたらめっちゃダメージ食らった。うわー、なんだよこれ。マジでありえねえわ。置いてかれたって思った。うわー、何それ、無言で降りるな。ちょ、回復アイテム欲しいな。お、せばいた。なんか怖いところ。あ、待って、ここにハーブがある。ちょっと一回さ、これ合成させちゃってもう完全回復しちゃおう、二人ともね。こっち側なんかあるか。なんもない。待って、今なんかさ、ね、ライト？え、ライト拾える。何これ。面白い。なんか面白くね。ちょっとなんだ、ルイージマンション感ある。え、これでも芝大丈夫だよな。お前にかかってるぞ、敵出てきても。俺もう何もできないから、照らすことしかできないからな。まさかのライティング。照明さん、まさかの。これ、交代もできんのかな。まあでも俺が照明さんしよう。あれ拾おう。あ、走ることできるわ。拾うか。よし、こっちはなさそうだ。気をつけろ、前からトロッコ来る可能性もあるからな。うわー、こういうとこ入りたくね。よく行けるわ、二人ためらいなく。あ、やばいやばいやばい、芝やばい、芝急げ、撃て撃て、芝撃て、ナイス、いけいけ、いいぞ。ボディじゃない、ヘッドショットだ。ヘッドショットしろ。そんな、なんで一番鍛えてる、そんなお腹打って意味ないって。おー、やばいやばいやばい、千葉やばいぞ。おい、どうする、千葉どうする。そうだ、ゆっくりでゆっくりでゆっくりでいいぞ。一発ずつ大切にしていけ。ダメ、拉致が開かねえ、これ。ちょっとどうやって下ろすのこれ。ちょ、俺もちょっと普通に銃持とう。ダメだ、拉致が開かねえ、これめっちゃ強いんだけど、これ、こいつめっちゃ強いんだけど。なんだ、もう頼もうか。オッケーオッケー、これが一番向いてるわ。うん、置かせる。あ、置かせることもできんだ、ライト。ちょ、前照らしてくれ、しっかり。
あーめっちゃいるわ。オッケーでストレート。ここなんか怖いね、なかなかね。オッケー、ナイススタンプで、よしで、君もスタンプ全員踏んでけ。何も見えない。ナイス、はい、ナイスで、スタンプ。いいね。うわマジか。現れるか、やはり現れたか。ね、暗くて何も見えない。シェバー頼む、照らしてくれ。ナイス、照らして、いい方、照らせる、照らせる、スタンプ。あーまだ生きてるか、すげえなマジで。あーダメだ、リーチが短い。どうだ、おっしゃー。あー何も落とさない。いや落ちた、いいね。ここなんかいっぱいアイテムありそうな感じするよな。あーなんか骸骨もあんね。でもこれ照らして照らすな、そんなもん。何やってんだ芝、みんな泣くだろ。絶対照らすなよ、そんな物騒なもんを。よし、でこっちか、リロードしとこう。オッケー、何も見えないぞ。落ち着いてこう。でもまだいいんだ。見えない見えない見えない、戦う必要あんのかな。オッケー、戦う必要があんのかないのかわからない俺には。ただ前に出てきた敵を倒すだけ。よし、あとはどこだ。見えない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 、待って、見えない。おーい頼む、照らしてくれ。よし、これもあれだろうな、マルチプレイしてたら、おい照らせよ。あーごめん、ふざけんなよマジで、何イチャついてんだよ、ふざけんなよ。なんか聞こえる、なんか聞こえるぞ。あーまあいるね、なんか踊ってない。え、踊ってる、聞こえてんのかな、なんかリズムが。前世なんかラッパーだったりしたんかな。待てよ、ラッパー別に踊んねえか、でもリズム刻んでんな。何やってんのマジで、これ絶対。しかもさ、寄生虫出てくるでしょ。あ出てこなかった、なんだあいつ、謎すぎる、謎すぎたな。こっちは何もないのかな、もう暗くて何も見えないぞ。回収だけしようか、ライフルの溜まりがて。オッケー、こっちは何も見えません、本当に。あなんかついたっぽいぞ。回す、じきじきに回そう、クリスが。これなんか敵来そうだな、でも。あ、これもしかして離したら、ちょっと待ってて、奥のクランクでゲート開ける。オッケー、あーはいはい、離したらそういうパターン。ちょっと待って、これ結局俺が戦う側か。いいよ、ゆっくりでいいからな、俺は別に大丈夫だから。お、意外と早い、もっと時間かかるかと思ったけど意外と早かった。ナイス、なんだ何このやべえ場所。あいつは倒さなくていいんだよな、別にこっち来れないもんね。無駄にすんな、弾もったいないぜ、絶対ここで戦った方がいい。これどうしたらいいんだ、てかこれは普通に倒すだけでいいんか。もう待てよ、戦うべき相手を 見定めていかなくちゃね。ドイツから倒していくかみたいな、多分ね、上にいるああいう弓を撃ってくるやつから倒したらいいんだよな、圧倒的に。よし、あーめっちゃか、こんなことも言ってられないか。さてはキック、爆弾投げてくるやつがいいのか、めっちゃいっかいだな。フック、おい強いぞこいつ。爆弾投げてくるやつは厄介だが、どっから現れたこいつ。厄介ではあるけど、でも多分あれだよね、そのなんていうの、ゾンビも倒れるよなって考えたら、あ、バックだー今足元にあったけどね、気づけ。ナイス、邪魔だ、めっちゃ現れるんだこれ。これは何、無限脇とかじゃないよな、さすがに。一回内装見てみるか。うん、あ、シルダン、先行シルダンか、初めて取った。一回内見してみよう、ここの建物の。うらっ、よっしゃ、おーどうした。あーでも全員倒す系かな、やべ。あーなんかクランクがある、あ違う、これはさっきのあれが回したやつか、芝が回したやつか。上上がってみよう一回、なんか作動させればクリアできる可能性もあるからな。全然弾がもったいないからな、本当に。
おいおいおい、なんだなんだ、何かやった今こいつ厄介だった。わっぱー、まだいってる、ストーム、よし、弾落とさない、あっ近い近い近い、つけ、もうわけわけわかんねえ、今わけわかんねえことやってる、やべ、おーやめろ、触んな、つげ今一番回線の回心の一撃が出たね、やっぱ出んのかな、守るときは出るのか、あ、これやべえな、あ、これやべえな、あ、使い勝手する、ありがてえ。おい、敵多すぎだろ、でもこれちょっと待ってよ、先行手榴弾をまず投げる、で、自分も食らう、これでいいんです、一回逃げます、そして邪魔じゃん、 OK、 で、回復しよう、二人ともね、ナイス、で、弾がない、マジで、あ、二人とも弾がない、これなんでこんな弾ないの、マジで、待てよ、オッケー、やばすぎ、ハーブ、オーマイが生まれてる、ナイス、ちょっと待って、やばい、あーやばい、死ぬ、ナイス、何この状況、介護中今これ、ゴー、でも弾がお互いないんだけど、よしよし、逃げた逃げた、一旦ちょっと距離取ろう、まだいける、まだいける、まだいける、大丈夫か、おい自分で来い、シバ頼む、来てくれ、ナイスナイス、いいよ、悪くない悪くない、この状況悪くない、上がってきてるところを、はい撃つ、ここだけでいい、ここだけでいい、あ、はしご強えわやっぱ、おいマジやめろ、しゃで、やべやべ、こいつ上がらせちゃダメ、こいつ上がらせちゃダメって強え、マジで強え、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、なんだこれ、どこ行けばいいんだ一体、あぶねえ、え、何めっちゃ奥まであるんだけど、ちょっと待てよ、あいつ強えな、撃って撃って撃って、弾ないんか、で、こいつ撃つ、よっしゃ、あー強い、弾ない、弾持つない、ナイス、これだけでだいぶ変わる、絶対死なねえぜ、ここまで死なずに来てんだ俺は、絶対死なねえぜ、こんなところで俺は回復打ち込むか、 OK、これはどこに行けばいいんだ、嘘でしょ、何ここ、あ、何それ、何それ、逃げろ、あぶねえ、すばい、あぶねえ、ナイス、しばい、逃げ込んだ、やーべえって、絶望的、これちょっと待って、難易度間違えてないか俺、本当に本当にノーマル、これちょっと待って、いや敵の数、あ、待って、ここなんかあんな、なんかあんな、あ、なんか邪魔がついて、やーべえって、みんなで仲良く何握って死んでんだ、おいおい、突っ立ってる場合じゃない、あ、帰ってもらっていいです か、あ、先輩帰ってもらっていいですか、ちょっと待って、落ち着いて、絶対当てる、ストンプしたい、ストンプ倒したか、で、よっしゃ倒した、よしよし、2人の回復しよう、いやマジで強えな、で、あそこ開かねえんか、結局ライフルの弾一発しかないけど、まだ BGM 流れてるけど、ここで取れるか、 OK、 ここは何なんだ、開けれたじゃん、使えたじゃんこれ、うわー、走るべきだったんか、ここ、うわ、初見殺しすぎない、さすがにね、今のひどいよな、今のひ、ちょ、あ、ごめんね、向けられるのやだよな、そら、こんな至近距離からスナイパーライフル向けられるの恐怖でしかないよな、着いたのか、ここ、これまなんかまた戦い始まりそうじゃない、俺もうやだよ、俺もうやだよ、本当に戦いばっかり、ちょっとこれ上がるべきか、うわ綺麗、何ここ、めっちゃ綺麗だけど、誰かいるパターンか、おお、So you must be Irving. アービング、Wow, perceptive, aren't you? Target, John. You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like that. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or how about you drop yours? なんかビビってるぞ。こっちは二人だし、しかも。なんだ？え？仲間がいるのか。うわあ、あいつだ、マジか、
あ、連れて帰る。あ、連れて帰った。サカース、おい、撃つなよ。あいつなんだ。逃げられた。こうなって大体真下に今いるパターンだけどな。怪盗キッドがよくやる技、グライダーだけ飛ばして真下にいるみたいな。確かに。何があんだ。工場か。油田。だいぶ証拠残していったな。わかりやすいくらい。待って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 戦え、これ嘘でしょ。おい待てよ、俺はもう戦わねえぜ。わーお、おいどでか、おいどでかライフル来た。そちらに迎えをやる。オッケー、耐えればいいんかな。待って、俺はもう戦わねえって決めたんだ。待てよ、うーわどうしよう、これ組み合わせとくか。で、拾う。ショットガンの弾あるから、ショットガン欲しい。なんだ、なんですか、なんですか、そこ。外騒がしくね、なんか。え、これどうしてんだろう。こっちから行くべきなのか。ここ出れる。あー、すっごい、あー、そう、すげー削られた。一瞬で。こっから全部撃つ感じか。いいね。待て、小さすぎる、敵が。あ、待てよ。おい、そんな何も考えず撃ってると脳天ぶち抜かれるぜ。遅っ、あいつ動き。え、なに、嘘でしょ。ちょ待って待って待って、前真後ろに来てんの、やべえってこいつ。ちょっと待って、これ上げた方がいいな。弾上げた方がいいな。けど俺もそんなないんだよな、弾。ちょっと待って、弾上げる、弾上げる、弾上げるよ。捨てるしかないんだから、これで渡す。はい、え、で、待てよ。また言うわ。どこにいる。あ、待てよ。すごい、これノーリロードで撃てる。あー、向かってきてんな。うわー、熱い。待てよ、撃たれてもいい、撃ち返すよ。しだいぶ削られたけど、これ多分来てるでしょ、相当。たまないっす。もうこれ普通に真っ向勝負した方がいいかもな、ここで。入ってくるでしょ、きっと。来た来た、ここで撃とう。よし、倒しまくるぜ。ここで上がってこい。スナイパーの弾落としたな。リロードするか。上がってこない。撃ってんね、撃ってくる、関係ない。よし、もう全然倒れないけど。ストレート。で、ある程度はあれなのかな、スナイパーで倒さなきゃいけないのかな。こっちか。いやでもどうなんだろう、どっちがスナイパーの方が使いやすいんだろうな。ダメージ一緒だったら最初のやつの方が使いやすいかもね。まあリロード早いけど。あー、ちょうど見えない位置にいんな。他は、他の敵はいないのか。いなさそう、あいつだけもしかして。あ、いや、いた、真ん前にいた。あ、じゃあ、よっしゃー。あいつ来てってないよな。待てよ、ちょうど見えない位置にいるね。今あのガソリンが強いから。うわー、ちょうど見えない。ここに隠れるか。やべやべやべ。あ、いる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 。ナイス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 。足の裏打ちたい。よっしゃ、どこだ、どこにいる。あれ、どこ撃ってんだっけ、大砲。やっぱガトリング見えない。あった。おいおい、話聞け。よっしゃ、すげえな、あいつら無表情で撃ってんだ。訓練されてるね、なかなか。ハンドガン使うか。これまだ敵いんの、見えないけどね。あー、はい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 。これ待って、ガトリングガン使えんじゃね、俺も。さては、さては使える、これ使える、使えるわけじゃない。
使える。よし、ここまでしか向かねえ。終わってる。なんだこのガトリング。頼む、シバ頼むよ。シバ頼む。どこ行く？もういねえけど敵。もう敵いない。いった。あ、目があったな。あとはシバ。どうした、まだ奥にいんのかな。弾がない。おい、これ弾渡すぜ。ほい。これガトリング全然使えないね、俺たちは。なんか爆発した。なんだ爆発今の。今の爆発なんだ。俺の知らないところで何か物語。なんか投げてるやついんのね。オッケー。これでもライフルで先倒しとか絶対いいな。どこだ。うわ、わかんねえ。上がるか。ちょっと待てよ。ちゃんと宝石持ってこ。おい、お土産いらない。あぶねえ。ちゃんと宝石取ってくわ。こういうのはしっかり回収する。よし、ダイヤだ。よかった、取ってよかった。高値で売れるでしょきっと。いるね。もうここ鉱山なのか。ああいうやつ爆弾を撃てばね、爆発するんだけど、結構技術いるからな、爆弾撃つの。おい、どこに行けばいいんだ一体。目的地が分からんけど、これさ逆側に行くもんね。これ飛び降りたら死ぬんじゃないか。あ、チェックポイントだ。やっぱこっちだ。よし。お、なんだ。うわー、いっぱいいる。これはまあでもなー、うーわ、かっこいいけどな今。でも意味ないんだよな、全く。倒せるだけ倒しちゃうか。これを使いな、ありがとう。でも見えない。倒せるだけ倒して上から。あ、待ってさ、これさ、シェバにさ、シェバこれ渡すよ。シェバ、あー、いや渡せないんか。あー、なんだ、ライフル渡せないわ。もう一丁あるから使えるかなって思ったけど。お、危ねえぞ、危ねえぞ。よしよしよし、弾拾って。あー、なんかあそこっぽいな、あの青いところ。ここ違うのか。なんだこれ、廃材置き場みたいな。これ何、これ。調べる、押す。なるほど、一人じゃ無理だね。手を貸すな、ありがとう、優しい。はあはあはあ、これで、これでなんだ、いけるようになったのかな、こっち下に。ちょっとでも撃って、いいね、容赦ないね。ちょっと回復アイテム欲しいけど。怖い、あいつ爆弾。オッケー、爆弾に火つけてる時に撃ったらもうあれなのか。あー怖いね。めっちゃ持ってるやついるな。やばっ。お、もうダメ、なぜか。あ、こっち行けるになってる。あ、やった、チェックポイントだ。え、ハーブが満タン、マジか。ちょっと持っててくんない。 I owe you one. OK で回復しようか。あーでもなー、弾、いやー回復っていうかあれだな。これちょっと待って、これ渡して回復ここですんのもったいないよね。ちょっと弾残しとくわ。弾っていうか回復を残しとくわ。降りて、お、急に静かになるやん。コウモリ、おいおい、またこういうのだ。おい、やばくねえか。おい、逃げた方がいいんじゃない、早めに。なんで逃げないの、こんなボート見てんの二人は。あ、なんだ、え、ミスか、え、封鎖された、そういうこと。いや、運転うま、逆に。でもなんか行けそうだけどな隙間あるけどね。なんだ、え、違うのか、いっぱいゾンビ出てくるとかではなさそう。なんだこれ、ゾンビじゃない何かがいる。ちょっと待って、嘘でし
おいおいおい、なんですかこいつは。あーやべ、あーやべやべやべ、落ちて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 落ちないか。なんだこいつは。こいつなんだ本当に。生まれたな。ボス戦か。ボス戦っぽいですね。やばーこれ。どこが、あーそこなんか下の部分、はいはいはい、下の部分なんかちょっと弱点っぽいね。これなんか使ってる、なんかできる、なんかできる。なんもできねえ、なんもできねえわ。別に近接攻撃はないと。いやでもダメージ入ってる感じしないんだよな。おやばくね。おい死にかけてる俺。回復してもいいんじゃないかこれは。回復しよう。あ待って、あ死ぬ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 、ありがてー。おいおい泣いてる時ごめんね、回復しちゃって。回復できない、よし回復しよう一旦ね。近い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 。これ、ね、何が正解なんだろう戦い方として。この場所なんかでもぐるっと回れるからここで距離取りつつって感じなのかな。あ地雷みたいなのある、これ絶対使うでしょ。ちょっと待てよ、あめっちゃ追いかけてるもんね。はい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 、後ろの部分を狙う。とりあえず設置するわ。おいこれ何、次元式、次元式か、勝手に爆発するのか、どっちなんだい。すげえ吹っ飛んだ、いろいろ。ここ弱点なんだよな、あ弱点だね。ここに打ち込みまくるか。初期ショット、ハンドガンじゃしょぼいな。これショットガンだったらだいぶいいんだろうけど。マジか、あーマジか。まだでも地雷まだありそうだもんね。今のを繰り返せばいけそうだな。あそこにも地雷があると信じよう。なんか気持ちボスの方が弱くねえか。そんなことないよな、まさか。設置しよう。なんか俺ボスの方が弱く感じんだけど、気のせい。オッケー分かった。やっぱボスとか弱くねえ、なんか雑魚の方が強いんだけど。おら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 、芝も撃て、芝撃て、頼むから。なんとか足止めできない。足止めしてただろ今、何見てんだ今、完全に止まってたよ。待って、これ地雷なくなった時の戦い方は、なんかでも小屋の中になんかあるんだろう。あここに置いてあるのか。なんかめっちゃ置いてあるんだけど、雑じゃね、急に急にすげえ雑だけど。おい邪魔じゃん邪魔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 、そこにいられたら邪魔よ、そこにいられたら邪魔よ。あー小屋壊れた。おい新地からんだぞ、ナイス。地雷でこれなんか死にそうだな、こいつ。待てよ、なかなかでも強いね。お、どうした、いや、まだか。どうだ、あー、逃げるパターンか。まだ戦うのか。え、かっこいい、まさか。おお。お一緒に、いやなんかまだ生きてそうだけどな、また戦いそうだよ。あれあれ、まさか。おお同じ止め方。なになになに、この誰だっけこいつ。毎回来るけどちょっと来るの遅いんだよな。終わった、2の2クリア。うわークリアタイムだけ S だった、実況してるせいだよね絶対。でもさこれってさ結構敵スルーしていいってことなのかな、クリアタイムが遅いってことは。それが全部 S だということで、バイオハザード5おもれ。また次回に続きます。敵が強いけどね、ちょっと次回もっと鉱山を進んでいくのかな。はい、ということでまた次回お会いしましょう。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。